ラード2、ペルシア語、マイナス2、英語、サンダーマイナス2は、イランが開発した、自走砲である。ボラーグ走行兵員輸送車の派生型であるラード1、自走榴弾砲の後継とされている。名称のラードは、前に開発された、ラード1と、同じく、ペルシア語の、雷にちなむ。主力戦車のゾルファガールと、同じく1997年から配備がされている。 ことが確認された。2S122mm 自走榴弾砲や、国産などの旧式化した装備を更新するものだと、考えられる。車体は、ボラーグ走行兵員輸送車を元にしているが、ラード1と異なる砲塔は、M109A1 に似た、溶接砲塔である。また天輪は、M113 のような小型天輪ではなく、T-72 と、 同じ大型天輪になっており東側製走行、戦闘車両の車体に西側風の溶接砲等を持った独特な外観を持っている。エンジンは800馬力クラスのエンジンと言われており、イラン陸軍によると最高速度はゾルファガールと同じ時速7 0トルと発表されている。手法は、 M109A1 に搭載された M185-39 口径 155mm 榴弾砲のコピーで、ある HM44 を搭載している。また自動装填装置を装備しており乗員は、M109 から1人減った3人になっている。副部装として、DSHKM を、砲塔の左側のキューポラに装備している。1997年に配備が確認されて、以来、 軍事パレードにたびたび登場している。近年になって改良型のラードに M が確認された。ありがとうございます。